日本テレビの呉本と申します、はい、よろしくお願いいたします、はい、公職選挙法についての部分で伺います、はい、立花さん、その先ほどの冒頭発言で公選法の改正についてもさまざまなご見解を伺いましたが、今日午前に自民党と立憲民主党の国対委員長が会談をしまして、その会談の中でもその公選法についても触れられたんですが、この踏み込んだ対応が必要だということで、秋の臨時国会では公選法の改正について結論を出すべく話し合いを進めていくことで与野党が一致したと。で、ただそこで話題になったのが、その掲示板の利益目的の使用の禁止とか厳罰化だけじゃなくて、 SNS の在り方についても利益を目的にした拡散を禁止するという方向で話したいと自民党と立憲民主党の国対委員長で合意したということなんですけど、まあ、こちら YouTube での収益化に関わるような話だと思うんですけど、この国対委員長間での合意について立花さんから受け止めながらありましたので伺います。はい、まさに私の思う通りの方向に動いていると。っていうのは、そもそも私 YouTuber で最初この5年前ですよね、特に5年前の参議院選挙の頃に1ヶ月1220万円もの YouTube 広告が入りました。で、こういった形で選挙を利用して YouTube 広告を得ていいのかについてすごく疑問を感じていてですね、で僕はその後もう収益化が停止されているので、各、千葉の、知事選、県知事選とか、前回の都知事選とかもですね、いろいろと調べるとやはり収益化してもいいって答えが返ってきてたんですよ。それはちょっと僕個人的にはやっぱり違うよねっていうのは思っていたんですね。で、ただ聞けば聞くほど、ごめんなさい、収益に関して OK という答えしか返ってこないので、もうそれであれば我々もじゃあ収益化していいんだったらやりましょうってやったところ、そういった議論になるっていうことであれば、ここはもう明確にそういう収益化は禁止すると。ただ今回我々がやった収益化っていうのは、その僕の実質経営している会社に視聴料をもらったところは、お世話になってるから無料にやりましょうとか、寄付をもらったところは無料にしましょうとか、やってもらいましょうというところで、その直接ポスターを貼ることとお金を受け取ることの因果関係というのは基本的には設けてないんですよね。だからその辺立法していく中でかなりシビアに細かいところまで詰めていかなきゃいけないと思うんですけど、僕としたらそういう選挙でお金を儲けするっていうのを禁止するんだったら、それはむしろウェルカムです。はい、ぜひやっていただきたいと思います。はい、協力します。ありがとうございます。今東京選管にその立花さん個人としてもおっしゃっている内容の、どういう返答かにもよるかもしれないですけど、基本的には秋の臨時国会で公選法の改正を議論する際には党としてもその国会での議論に協力していくような形で間違いないでしょうか。はい、まずその前にやっぱり NHK から国民を守る党としてこういう改正案がいいっていうのをまず我々の方からも積極的にまず提示をするということを先ほど役員会で決めましたので、秋の臨時国会までにこうするべきだと、皆さんの国民の皆さんの意見を聞くと。で、私としては全敗するよりも7分の1ですね、約その選挙、いわゆる投票所ですね、投票所ごとに1箇所っていうのが個人的にはいいと思ってるんですが、やはり党の中の議論と当然国民の皆さんにどうするべきか、特に 80% を超えるあるアンケートではやっぱりもうポスター掲示場自体を廃止しろと。で、廃止した方が選管の人たちの精神衛生上もすごくいいと思うんですね。だからそういう意味ではもうポスターの内容云々というよりも、もうポスター自体をやめてしまう方がいいのかもしれないかなと。っていうのは今度じゃあそれでお金儲けをしてるかどうかの判断するのがまたすごく大変になってくると思いますので、そういうことで考えれば全敗するっていうのもこれから我々としては国民の皆さんに党として問いかけをして、集まった意見を集約して秋の臨時国会で我々党としても提出したいと考えています。ありがとうございます。はい、宮崎です。よろしくお願いいたします。都知事選 の、 先ほど の選管でおっしゃってたところなんですけど、はい、立花としても常々もう1年前とかも数ヶ月前から何回もその都選さんのことを
気にかけておっしゃってたんですけど、それってなんか今後裁判やっていくとは思うんですけど、はい、考慮されるもんなんでしょうか。何度も発信していて、人数で30人出すところを減らしたっていう事実があって、かなりもうギリギリまで詰めてやっていったと思うんですけども、はい、もうだからそもそも我々は30人を削ってくれという依頼はされていますからね、はい、そこのところ、これって大きな問題だと思いますよ。強くしかもパワハラのように言われてますから、48枚貼ったんだから48人以内にするって言ってくれたでしょ、 言ったでしょっていうことを複数の人間がスピーカーまで聞いていますからね。これは大問題ですよ。まあ僕はその時に、僕自身はそれを聞いていませんでしたけども、女性の事務員、あと女性秘書で、公設の秘書を少なくとも3人それを聞いて、何この人と。で、我々は先にちゃんと4月の11日に30人候補者出すって明確にして会見までしてですね、言ってるのに48枚しか貼らなかったわけですよね。その後それびっくりしましたよ。我々が30人出すって言ってるのに48枚って舐めてんのかって話ですよね。だって前回23人ですから、我々が3人、前回我々以外で20人だから、前回のベースで言っても20プラス30で50人出るっていうのは、前々回を見ても49人出るわけですよね。前々回が22で、我々はまあ基本的には1人だったんで、前々回我々以外が11、前回我々以外が20だから、20足す30で50なのに、それで48枚しか払わなくてね、で48人超えるとなったら、まあほぼほぼ同活っていうことがあったと。でスタッフには同活するんだけど、僕に電話かかっていたら今度はもう猫だね声でってやってたんで、まあそこの録音は取れてますから。でまあ我々としてもそこまでその当時は喧嘩をしようという気持ちはなかったです。ただやっぱり今回実質上のこの争い喧嘩という形になってるっていうのは、やはり48枚を増やさないことを決定してたのであれば、それはちゃんと事前に6月の20日の前日とか当日の、まあ、前日ですよね、前日には8時半までに並ばないとポスターを貼る場所ができません、自分で作らなきゃいけませんっていう情報は共有しないといけないっていうのはすごく思いますね。だからこそ今回選挙管理委員会がどういう裏側で交渉を、僕とどういう交渉をしてたのか、当日どういう動きがあったのか、そのなぜ10時半ぐらいにその小田さんという選挙管理委員会の事務局長なのかな、まあ、ちょっと事務局長がつらわからないです。小田さんって名前聞いたの相当後だったんで、喋ってから僕は25番から48番、これ移り変えませんよねって確認されて、もう確認、いや変えようがないでしょ、だってもう変えちゃったから。8時32分に24番の内藤さんが書いて、25番に8時35分にうちの愛理って書いてるから、これ変えたらそれこそ情報開示請求されたらどうなるんですかとっていう話をして、変えれませんよねって言ったら、あ、分かりました、立花さんにしか確認しました、ところで お名前はって言って、そこで初めて小田さんって名乗ったんです。小田さんですかって言ったら、そうですって言った。だからその自分の名前も名乗らない、名刺も渡さない、結局その相当都合の悪いことをしてるんだろうなっていうのはそこで容易に判断できましたし、まあ現に僕にその当日もう順番変えないのって確認した後に、ポスター掲示板を、まあ、クリアファイルを貼り、まあ、つけて設置してくれというね、そういう表現をしてるのがおかしなこと言ってるな、普通はクリアファイルの間に入れてくれじゃないですか。でも間に入れてくれじゃなくて、クリアファイルをクリアファイルにポスターを貼ってもらうって言ってるんですよ。説明はそうなってますからね。だから法律上は選管はポスター掲示場という空間は確保しました、でそこに貼る板は法律上は確保する必要性がないから、板は自分で作ってくださいっていう言い方をするために、6月20日の11時ぐらいに記者の皆さん集めてやった回説明もなんかおかしいなっていうのは、こういう法律上の問題だと思います。で総務省の方も、総務省の方に確認したみたいなことを一部報道で書いてましたけど、東京都選管が、総務省に私が確認した、私どもが確認した中では、総務省はポスター掲示場はポスター掲示板ごと用意しなきゃいけないという認識ですので、総務省と東京都選管の考え方にも違いがあるということが分かりましたので、まあ、この後裁判でそこは争っていきたいというか、まあ、事実を確認していきたいと
で、まあ、そういう意味では先ほどの商業的な取引ものも含めて、まあ、そういう意味ではもう廃止した方がスムーズかなという気がしますけどね、はい、ありがとうございます。あと小林さんと河合さん自身もなんか裁判で訴えるという形になったので今後、はい、8時半に並んだ前後の話とかもそこは本当に強調して進むかなと思うんですけども、はい、まあ、これはあえて3人それぞれが出しているので、まあ、それ以外にも出している方もいらっしゃるかもしれませんがそれぞれ東京高等裁判所の裁判官は多分違うと思うんで、で当然僕は一番その事前からやり取りしているのでなぜこうなったのかなぜこちらとしたら49枚目以降が貼られなかったか事前にね、まあ、世田谷は3枚を増やす用意がありますとか一番分かりやすかったのは八王子ですよね。増設できないかできるところは増設します、でできないところはポスター掲示板を貼った後に暗幕かけますっていうこと過去の事例があるので、でしかも東京都の2年前の参議院選挙においては同じ選挙区ですね1万4200箇所のポスターに対して、前回2年前の参議院選挙は3枚増設したという実績がありますから当日までにね。だから元々のスケジュールからやっぱり見直さないとなぜあんな早い段階で48枚って決めて貼ったのかなと。48枚で決めるときにどれだけの人間がもう候補を予定してたのかって考えたらあまりにもずさんな決定だったと考えられますね。だから少なくともまあ3つの高等裁判所の判決が出るだろうと、でそれをまあ最終的には最高裁で確認してもらおうと。まあ、昨日ね橋本徹さんなんかもやっぱりこれやっぱ不公平だっていうことをおっしゃってたんで、うーん、僕もまあ考えれば考えるほど東京都選管はやっぱりずるい方法、とにかく抽選にしてほしかったんです僕は。でも56人の中から抽選して8人が枠外48人が晴れるっていう状況ならばこれはある意味公平なんですよね。抽選っていうのは選挙で同数の時も抽選で決めるっていうのがあるんで抽選というのは公平平等ということで仕方がない方法なわけですね。でも事前に抽選しないと枠外に行くということも教えずに抽選に参加させなかったというのはやはりこれは過失というよりも重過失悪意があると思いますね、まあ、実際悪意があるからそのわけのわからない交渉を僕にしてきたんだと思いますね。後ろ待っても、回る気ありませんかみたいなこと言われましたから、そういったのをしっかりと裁判では証明話した上で東京都選管の過失について追及していきたいと思います。初プロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党ウィンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け止めさ、多分ないの受け止めの方もっと愛と発揮するよ、見たくなるよ、もう来るぼいよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をセクハラ。